雨の匂いに懐かしくなるのはなんでなんでしょうか。夏が近づくと胸がざわめくのはなんでなんでしょうか。人に笑われたら涙が出るのはなんでなんでしょうか。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉でこんなに胸を裂いて、今もたった数瞬の夕焼けに足が止まっていた。先生、人生相談です。この先どうなら楽ですか。そんなの誰も分かりはしないよなんて言われますか。ほら、苦しさなんて欲しいわけない。何もしないで生きていたい。青空だけが見たいのはわがままですか。タラララタラララタラララ。胸が痛んでも嘘がつけるのはなんでなんでしょうか。悪い人ばかりが得をしてるのはなんでなんでしょうか。幸せの持ちかお金を含むのはなんでなんでしょうか。一つ線を抜けば辛さになるのはバスとなんでしょうか。青春ってね、札が背中に貼られていて、ヒッチコックみたいなサスペンスを期待していた。先生、どうでもいいんですよ。生きてるだけでいたいんですよ。ニーチェもフロイトもこの穴の埋め方は効かないんだ。ただ夏の匂いに目をつむって、雲の高さで指で囲う思い出だけが期待のわがままですか。死ぬストーリーって触れるじゃないですか。花の散り際にすら根がつくのも嫌になりました。先生の夢は何だったんですか。大人になると忘れちゃうものなんですか。先生、人生相談です。この先どうなら楽ですか。涙が人を強くするなんて全部奇弁でした。ああ、この先どうでもいいわけなくて、現実だけがちらついて、懐かどうくてこれでも本当にいいんですか。このまま生きてもいいんですか。そんなの君にしかわからないよなんて言われますか。ただ夏の匂いに目をつむりたい。いつまでも風に吹かれたい。青空だけが見たいのはわがままですか。あなただけを知りたいのはわがままですか。